エヴァロン・ゴリアはアメリカ合衆国の女優。アメリカの人気海外、ドラマ、デスパレートな妻たちにて、チャーミングでわがままな主婦ガブリエル・ソリス役を演じ、大ブレークを果たした。テキサス州、コーパス・クリスティにて、メキシコ系の両親のもとに生まれる。三人の姉がおり、農場を経営する一家は、比較的貧しい環境で育った。14歳の頃から、 ファストフード店のウェンディーズで6年間アルバイトをした。高校卒業後にテキサス A&M 大学キングスビル校で運動学を学ぶ。大学在学中に地元のミスコンで優勝し、大学卒業後にロサンゼルスでタレントコンテスト等に参加するうちにエージェントに見出される。2000年からテレビに出始めビバリーヒルズ青春白書などにゲスト出演する。 2001年から2003年まで放送されたソープオペラザヤングザレストレスにレギュラー出演し注目を集めるブレイク時期2004年から始まったデスパレートな妻たちのガブリエルソリス役でブレイクしゴールデングローブ賞にもノミネートされた2005年と2006年のマキシム氏によるホットな女性1位に選ばれる2009年10月米 TV ガイドが アメリカのテレビ番組におけるギャラを発表し、出演ドラマであるデスパレートな妻たちの出演量が1話につき40万ドルで女性部門の1位にランクインした。2010年7月23日付の t v マガジンは t v スターたちのギャラをランキングで発表し、デスパレートな妻たちの1エピソードあたりの出演量が40万ドルでコメディ俳優部門の3位にランクインした。 2011年9月、米経済専門誌、フォーブスは TV 界で最も稼いだ女優たちを発表し、2010年5月から2011年5月までの1年間で1300万ドルを稼いで1位にランクインした。俳優以外の活動では、アイスクリームのマグナムやロレアルの広告等に起用されている。2008年にロサンゼルスのハリウッド大通りにレストラン、ベストをオープンした。 翌年、ラスベガス店をオープンするも、衛生面の問題により、保健所から指導されることが多く、客足が激減。毎月7万6千ドルの赤字を出し、180万ドルの家賃滞納で2011年初めに破産申請をした。現在は、ロサンゼルスの本店のみが営業中。代表作、デスパレートな妻たちで演じている家事が大の苦手な。 ガブリエルのキャラクターとは対照的にエヴァ自身は料理好きを自称しており2011年には料理本エヴァイスキッチンクッキングウィズラブフォーファミリーフレンズを出版伝統的なメキシコ料理を中心とした自慢のレシピを掲載している事前活動家としても活動の幅を広げておりチャリティー活動に積極的に参加している2010年には 女性のキャリア構築や少女たちが大学へ通うための教育プログラムのサポートをし、ラテン系社会における女性や子供たちがより良い未来を築くための支援をするチャリティー団体、エヴァ・ランゴリアファンデーションを創設。2012年3月には自身のプロデュースした香水、岩マーバイ・エヴァ・ランゴリアを発表し、一本売り上げることに、 エヴァ・ランゴリアファンデーションに1ドルが寄付されるなど、様々な事前活動に貢献することにしている。2002年1月20日に、俳優のタイラー・クリストファーと結婚するが、2004年1月19日に離婚。その後、インシンクのメンバーの JC ・シャと交際していた時期もあった。2006年11月30日に、NBA 選手のトニー・パーカーとの婚約を発表。 2007年7月7日にパーカーの母国フランスにあるサンジェルマンドクセロア教会で挙式しエヴァ・ロンゴリア・パーカーと名乗る。2010年11月、性格の不一致を理由にロサンゼルスの裁判所に離婚の訴えを起こした。時を同じくしてトニーもテキサスの裁判所に訴えを起こしている。2011年2月1日に正式に離婚が成立した。 その後すぐにペネロッペクルスの弟エドナルドクルスと交際をスタートさせ2012年3月に破局。その後一緒に旅行しているところをパパラッチされ復縁が明らかになるも2012年6月に再び破局。2012年9月にはニューヨークポストが見にてニューヨークジェッツのクォーターバックマーク・サンチェスとデートしている姿が報じられマークや チーム側は、その熱愛報道を否定するも、エヴァは、トーク番組、エキストラにて交際を認めた。10月にはマークと共に、マンハッタンでアパート探しをしている姿を報じられるが、同月順に、E によって二人の破局が報じられた。同日に、マークの代理人が、ゴシップし、アスウィークリーに破局を発表。わずか数ヶ月の交際に早くもピリオドが打たれた。 2013年10月から、スペイン語圏最大のテレビ局、テレビサ、社長のホセアントニオ・バストンと交際し、2015年に婚約。2016年5月結婚。2018年6月19日、ロスにて第一子となる男児を出産。ありがとうございます。